近いな。カシロ、行くぞ。話してる時間がないぞ。お願いです、休ませてください。川を渡らねば、城に着けば休める。あの寺、あそこなら安全では。泣くな、武士だろう。兄上は奴らに引き裂かれた吉の顔を見てないからです。悲しんでも何の助けにもならんぞ。兄上に哀れみの気持ちはないのですが、武士の誇りは。こんなもの死を招くだけだ。俺らあの村をもっと早くするべきだった。 あの者たちは助けが必要だったのか。あの者たちは死ぬ目にあったんだ。そんな考え不明瞭です。父上が聞いたらどう思われるか。自害した者に聞く目などない。父上は名を傷つけるために切腹されたのです。何も知らんくせに知ったくせに叩くな。いつからここにいるんだ。一晩です。村が襲われて、和尚様が助けてくれたんです。でも和尚様も怪我を。他に生き残ってる者はいるんですか。かつては平穏で美しい場所でした。今では目も当てられんな。あれらは一体何なのですか。わかりませんね。ここにいても大丈夫でしょうか。いや、今すぐに顔を当たらねばならん。でも和尚様はまだ動ける状態ではありません。手伝っていただけますか。いや、残ってもらう。和尚様を置いてはいけません。しからばお前もここで死ぬまでだ、カシロ。なぜそこまで冷たくなれぬんです。行くぞ。私は残ります。私は武士です。兄上の弟です。しかし何を差し置いても血の通った人間です。死ぬことが分かっていて彼らを残していくわけにはいきませぬ。バカな弟を持ったもんだ。それに臆病な兄ですか。少し休みなさい。私が見てますから。和尚様、お侍様、お
将様が目を覚ましました。水を持ってきましょうか。和尚様、お腹の具合はいかがですか。和尚様、和尚様。仕方なかった。なぜ戻ってきたのです。奴らが近づいている。ナメクも。行かねば。あれはもう人間ではなかった。どうしてです。奴らに噛まれていたに違いない。手遅れになる前に顔を当たらねば。兄上、大丈夫ですか。その娘を連れて行け。わしはせき止めておく。兄上を置いてはいけませぬ。わしはお前の兄だ。目上の意見は聞くものだ。担いでいきます。お前は守るとしてに使ったんだ。行け！